さて、事故の速報が入ってきています。現在の映像をご覧いただいておりますが、こちら今日午後2時半ごろ、札幌市清田区北野三条2丁目の北野通りで乗用車が信号機に衝突する事故がありました。柱が折れて車に覆いかぶさるようになっていますね。ボンネット、そしてフロントガラスも砕け散っているような、そんな様子です。警察によりますと、この事故で怪我人はいないということです。現場事故処理中ということですけれども、北野通りの清田方向に向かう2車線が一部通行止めになっているということです。付近を通られる方はお気をつけください。